ふもとシダマイケロレピアマルギナタは、小葉の石カグマ科のシダ植物。やや乾燥した山毒などに生える、タンム状服用のシダである。常緑性の多年生双本。根茎は横に張って長く、計5ミリメートルで、褐色の毛がある。傭兵はい色で、その基部は泡褐色をしている。傭兵の全体に毛が多く、古くなると、毛が落ちてその痕跡が残るために、ザラザラになる。 洋兵は長さ三十から六十センチメートル。洋身は長さ三十から六十センチメートル、幅十五から三十センチメートルで、全体としては卵状肥心型から卵型、通常はタンム状服用で、破湿は厚めの草質で黄緑色から暗緑色。右辺は普通は二0追加で、形は線状肥心系、先端は次第に狭くなって、 最後は、お上に伸びる。基部は広いくさび型か、丸くなっており、柄はないか、短い柄があることもある。右辺の円は、右上に浅く、あるいは深く裂け、列辺の円には、巨子が並び、表面の中六の上と、裏面全体に短い毛がある。放射のお群は、列辺の円近くにあるが、包み膜の円は、葉の円から離れて、内側にある。包み膜は、 長さ幅ともに約1ミリメートルで毛がある。和名は山麓、つまり山のふもとに生えるから、とのこと。本州の東北地方南部以南から琉球列島にかけての各地に分布する。国外では朝鮮、中国、台湾、ヒマラヤ、東南アジアにかけて分布がある。比較的乾燥した山野の林地などに普通、群生することがよくある。 葉の毛の様子には変異が多く、ほとんど毛がないものを、薄毛ふもとしだ F サブグレイブラ、h 等、非常に毛深いものを、毛深ふもとしだ F ヤクセメンシス、h 等と名付けるが、これが、種内分類群として扱えるかどうかはまだ研究の必要があるという。田川は、毛深については、かなりはっきりした変種であるとしている。また、川尾辺が、新列でなく完全に避け、 二階上服用になったものをクジャクふもとしだバリエーション、ビピンナタマキノというが、これは雑誌である、可能性が高いという。関東南部、東海、近畿地方南部、中国地方西部、四国九州にあり、国外では中国と台湾から知られる。団地の山林中にあり、基本編種と混成するが、稀である。ふもとしだ族は日本に8種があるが、 多くはタムンウジョウより細かく葉が裂ける。タムンウジョウのものとしては、沖縄本島にヤンバルフモトシダ M ホーケリアナがあるが、これは本属の中でも特殊なもので、別属とすることもある。形態的には、右辺の数がもっと多く、右辺の円が巨子円であること、頂き右辺が明確であることなどで、区別できる。フモトカグマ M スードストライガーサは、苦弱フモトシダに似て、 右辺の形が異なることなどで、区別できる。名前通り、ふもとシダと石カグマの中間的な形態を持つ。同じようなタム上複用のシダ類には、車るまだや、星だ、ノコギリシダなどもあるが、ほ子しのうの形が全く異なる。以下、主として、岩月辺町、P102 田川、P50 巻の、P14 岩月辺町、P102 岩月辺町、P102 三つ田、 P80 岩月編長、P102 田川、P50 岩月編長、P102 田川、P50 岩月編長、P102 から103。ありがとうございます。